援か熱いサポートよろしくお願いします。4、3、2、1、ゴー。ヘッド早い先制点、なんとボックスの中、3点目。しんぼ、おー決めた。今ここで長い笛です。軍配はグルージャ。混戦の中、どうだ、押し込んだ、プッシュ、決めた、追いつきました。上げてくる、正面だ、ヘディングシュート、愛媛先制0対1。攻めて、決まった。10番の松田力、勝ち越し2点目。シュートに行く、これが吸い込まれた、背番号9、ベンダ君、スーゴールで逆転。ここで長い笛が3つ。ホームで7試合負けなし、愛媛が首位戦線に殴り込みです。よし、アナーズ、アナーズ、アナーズ、収めましょう。日本と NBC を背負って頑張りたいと思います。抜け出していきます。児玉対ベンダンカ、ベンダンカセリアライン、クロスが入る、マッサー決めました。愛媛逆転。なるベンダンカ、ボックスの中返して左足でシュートを狙ってきた。左から山口、まさに右足でシュート、こぼれてベンダンカのヘッドが吸い込まれていった。この試合もベンダンカの先制ゴール。山口を伸ばして右足でシュート、ここは次集合が防いだ。山口、グランナルクロス、シュート、全員で行こう。
ブルーパス左足シュートセンのボール押し込んだ愛媛が同点に追いついた行ってくるヘディングここは藤川されたうち抜いて見せた松田美希のエラーで通り渡り流して頼むよ絶対勝つ
ってこねえだろ。ちょっとキャプテンでもない俺が喋るのはどうかなと思うんだけど、1分間だけちょっと時間をもらいたいなと。これから残り8試合、J2 昇格、また J3 優勝でいろんなプレッシャーがかかってきて、いろんな思いが自分自身に降りかかってくると思うけど、その思いは一旦ロッカーに置いてきてもらいたいな。サッカーを楽しむ気持ち、その気持ちをピッチで今日表現してもらいたいなと思って、今日ちょっと話させてもらいました。もうとにかくサッカー楽しもう、みんな。よし、中央に入れてきた、こぼれたボール、右足でシュートだー、押し込んだ、途中交代だ、ガオニッシュペン、佐藤の右足、石浦ラストパス、佐藤が来た、季節も3連勝して昇格まで突破しましょう。みんな最高だ。最後は石浦、頼む、石浦のシュート、駅弁追加点、石浦の得点です。駅弁シュート、勝てば J2 復帰が決まる愛媛 FC、 伊予決戦第2ラウンド、レギが右足でいった、直接が出た、ここで前半終了のプレーが決まりました。後半が間もなく始まります。松田がキープして石浦に少し強くなったが、石浦振り返して今度は左肩に来た、モテキだ、モテキが持ち替えて右足を抜かして松田に行く、ヘディングシュート、セランデスも参加している、ゴールはアイデルがもう一度チャンスがある、ヘディング落として、さあアディショナルタイムは間もなく目安の7分、その時は近づいています。今
は7分を過ぎました。 J3 降格をただ見ているしかなかったこの辻、守護神のキック、辛い時も連敗があった時もその声で、そしてその態度でチームを鼓舞し続けてきたそのベテラン、そのベテランの背中を見ながら若い選手たちが躍動して初めての J タイトル、J に関わる全てのタイトルを森脇らしく彩りました。みんなで帰ろう J2 へ、11128人の感激とともに松田力のゴールで初めての J リーグのタイトルを取り上げた愛媛 FC。 愛媛 FC J3 優勝、愛媛 FC 監督、選手に今一度大きな拍手を。